56歳なんて衝撃。え、56なの？56歳とは思わなかった。どんどん俺が謎に包まれた男になってくな。はい、皆さんこんにちは、無償化です。本日は解雇飼育第2章最終回でございます。眉の中は無事なんでしょうか。見てください、どうぞ。はー、ついに来てしまったー。はっはっはっは。誰だよお前。はっはっはっは。というわけで無事解雇第2章の子たちが浮かしました。そう、今回しかも21日に同時にここにももう一匹浮かしてくれてます。2匹出てきてくれましたね。いやー、よくぞ出てきてくれました。かわいいねー。ほら、こうやって眉を破って出てきましたね。いや、このね、クソ硬い眉をどうやって破って出てくるかというと、カイコは大人になってからは食べるための口の仕組みがなくなるので餌は一切食べません。しかし口に穴は開いてるんですけども、眉の中で浮かしたら胃の中に入っている物質を口から出して、でその成分でこの穴を開けて脱出してきます。で、調べて分かったのは、実はこれ眉自体を破ってるわけじゃないらしいんですね。この眉糸と眉糸を強力に接着しているセリシンっていう成分があるらしいんですけども、このセリシンをカイコが口から出すコクナーゼによって溶かすことができて、要はその糸と糸のつなぎ目の物質を溶かして出てくるというような脱出方法らしいです。決して糸を破っているというわけではないらしいんですね。いやー、かわいいね君、本当にモフモフだ。何度もお話ししておりますが、カイコはクワコというガを品種改良をして人間が作った昆虫です。ですのでこのような立派な羽が生えておりますけれども、カイコは飛ぶことができません。この羽で必死に羽ばたいても空中に浮くことはできないのです。食事をするための口がないので、食事をすることもなく、この子たちは生まれてきたら異性と出会って交尾をして、メスは産卵するだけしかもうすることがありません。以前挙げた動画のコメント欄にも書かれてました、このままだと無限に増え続けるけどどうするんだというようなコメントがあったんですけれども、今回のカイコはもう増やしません。かわいそうですが、羽化した時点で全員個別のカップに入れていって交尾をさせないようにします。今回の代は後半で少し病気をする幼虫が増えました。やっぱり代を重ねていくことに、そうやって弱くなっていく個体っていうのは絶対に出てくるので、それはカイコたちにとってもかわいそうなんでね、この子たちはこの代で終了しようかなと思います。ほんとぬいぐるみみたいよね。モフモフだよ、すげえなー。さあ、では他の成虫たちも羽化してくるのか、ちょっと待ってみましょう。今ケースを覗いたらめちゃくちゃ貴重な瞬間です。カイコが眉を開けて出てくるとこですね。頑張れ頑張れ。よし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 。うわ、こっちでもっとすごいのあるやん。待って待って、ちょっと君は引き続き頑張ってくれ。これ多分今から破って出てくるぞ。
うわー、出てきたー。この繭、さっきから揺れてます。そして繭の端っこが湿ってきました。これおそらく今繭の中で浮かした蚕が口からコクナーゼを出して繭の糸と糸をつなぐセリシンを溶かしてるとこやと思います。動きが止まった。これもしかして繭が熱くて破れないパターンじゃないか。顔が透けてきたりしない。ちょっとこれ脱出させてあげよう。これは多分出てこれんパターンだ。こんなにかかるはずがない。切るの怖えな。まあこう柔らかいな、いけるか。いたいた。あ、オッケー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 。ナイス。あ、よかった。あー、出てきた出てきた出てきた。おお、ほほほほ、危なかった。めっちゃ時間かかってたもんね、この子。問題はこれ、こっから羽伸びるかな？いけるか？パタパタしてるからいけるかな？おっと。もしかしたらこの子は時間かかったので、羽が伸ばせないかもしれないですね。なるほど、じゃあ、眉が濡れてるから今から脱出してくるんやと思って、待ってたんですけれども、そうじゃなくて時間がかかって出れてなかったんですね。本来であれば眉が濡れてから脱出してくるまでって結構早いんだろうな。でもひとまず気づいてあげられてよかった。というわけで今日虫岡が見てる最中だけでも3匹脱出してきました。ほんでね、これ昨日浮かしたやつは全員取り除いて別ケースに移してるはずなんですけども、今日めちゃめちゃ浮かしてますね。 1,2,3,4,5,6,7 7匹浮かしてます。そしてこのパタパタしてる子は交尾相手を探している子ですね。メスはこの羽ばたき行動によってフェロモンを飛ばしてると言われてますね。これどっちなんやろ、オスかなメスかな。おい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 、お尻をつけるな、お尻を。この下の子って今浮かしたとこやねんけど。あらまあ、あらまあ、あらまあ。はい、ストップストップストップよ。ね、皆さん見てわかったでしょ？蚕は浮かしてすぐこうやって交尾をすることができます。今もう脱出してすぐの子に交尾を迫りに行きましたね。この子は交尾する気満々の子ですね。なんかもうちょっと頑張ったら飛べそうやねんけどな。飛ばれへんもんかね君。ちなみに前回の動画で眉を切った子も無事羽化することができております。そして皆さん分かっているかと思いますが、一部僕が気を抜いた隙に産卵している子もいました。もうこの子は別ケースに移動させてます。まあどっちにしろ今回の代でこの蚕たちは終わらすつもりなので、この卵は処分することにします。というわけでこんな感じで虫をかけの蚕続々と浮かし始めました。やっぱり前半にさなぎになった子たちは病気にならずに成長してくれてます。だから前回やってインブリードでどれぐらい影響が出るんかなと思ったけど、もしかしたら今回後半で病気が流行ってしまったのはやっぱり温室で飼育していたことによって悪い空気が循環してしまって病気になりやすかったのかもしれないですね。だからこういう感じで1回ぐらいのインブリードなら問題なく飼育できるんじゃないかなと個人的には思います。
ただこの子たちに関しては今回はこの台で終了させようかなと思います。まだ前回の卵があるんでね、飼育するときは前回の卵を孵化させて飼育していこうかなと思います。その子も孵化したてよ、近づかないで、孵化したてだから。というわけで皆さんもぜひとも機会があれば蚕飼育挑戦してみてください。はい、というわけで蚕第2章最終回見ていただきました。まだ前回の卵があるので、まあ、今後どうしていくか分かりませんが、またタイミングがあったら飼育しようかなと思います。まあ、ただ、何回も同じ蚕飼育になるので、ちょっと面白いことがあったらまた報告するかもしれませんが、しばらくはちょっと蚕飼育の動画も上がらないかなとは思います。春からいろんな昆虫採集ができるので、またいろんな昆虫の動画を上げていけたらなと思っております。というわけでこの動画面白いなと思ったら、チャンネル登録、高評価、通知登録、そしてコメントの方よろしくお願いします。ありがとうございました。無償化でした。でも愛も絶やす